am Mari Nishimura. This is a third time solo show for me in Montserrat Gallery. So welcome to the my solo show. こんにちは、私は西村マリーです。日本の、アーティストです。私がここでショーを開催するのは今回で、そうだな、もう7回、8回目になるかと思います。いつもここで楽しいショーをさせていただいていますが、日本の、アートというものを意識して描いています。今世の中では、アジア人ヘイトとか悲しいニュースがたくさんありますが、私のパワフルなアートを見て、この素晴らしさを、感じてほしいなと思います。本当にありがとうございます。いつでも見に来てください。 Thank you so much。私の掛け軸ブースになってます。今回はいろんなパターンの掛け軸を用意させていただきました。どれも最初は指で描くというようなテイストです。でそれから、日本 の、 画材、岩絵の具というものを使ってこの辺のパッションを描かせていただいております。この素晴らしいパーフェクトの絵、それからこちら側もそうなんですけど、龍以外でもこのパッションが届けられるといいなと思っています。ぜひここで幸せのパワーを浴びに来てください。 Thank you. Thank you so much。
今回は私は新しいアートに挑戦いたしました。これは全部アブストラクトです。あとシワさんという日本のブランドなんですけども、これは和紙とナオロンというものを、同時に使ったもので、ここに絵を描くというようなアブストラクトにチャレンジをさせていただきました。何をメッセージしたかったかというと、この今ちょっといろんなことでコロナにおいてアジア人ヘイトとかいろんなものが起こっています。いろんな問題があります。だけど、私たちはアジアとしてのちゃんと自分たちのアイデンティティを大事にして、日本の文化はもっともっと広げていていいと思っています。なので、このパワフルパッションというような私のテーマのアートをたくさん見に来てほしいと思います。いつものアートのテイストとはちょっと違います。だけどパッションはこの方がすごく強いと思いますので、どんどんこの新しい私のパッションを浴びてください。そしてこのコロナ禍においていろんなことがあるかと思いますけれども、それをぶっ飛ばすぐらいの素晴らしいことが、皆様の身の上に起こりますように、私は心から心を込めてそう思っています。ありがとうございます。 Thank you.